って言ってもイメージを持つこと、週末勝つよ、勝ってどんどん順位を上げていくから、で我々はチャレンジャーだってこと、もう一度その意識を持ちながら、あいつらが順位が上だから、でそこのホームに乗り込まなきゃいけない、もう一度そこのイメージまで持ちながら、しっかりトレーニングして、よりいい雰囲気で、よりいい緊張感を持って、でしっかりストボールを楽しみながら、また今日も元気よくやりましょう、福原島行きましょう。Oh!